日本社会では、中抜きと言われるような多重下請け構造が数多く存在する。あまり公になることはなかったが、改めて調査すると驚愕の事実が発覚した。生産性の低下や責任の所在がわかりづらくなり、作業者の賃金が低くなるといった問題が発生している現状。今回はそんな中抜きに関して、2024年問題に関連する事項や、実際に課中にいる人の意見などが書き込まれたスレを集めた。賛否両論様々な意見があったので、ぜひ最後まで見ていってほしい。朗報、日本の中抜き、限界を超える。給仕受けなどがザラにある模様。持続化給付金事業に関する検査の結果をまとめた図が貼られていた。見出しにある持続化給付金とは、コロナによる経済対策の一環として、2020年に中小企業や個人事業主に給付されたもの。その使い方や透明性に関して、経済産業省が調査を行っていたのだ。委託額約669億円のうち約 95% が再委託されており、下請けは最大9時まで及ぶことが明らかになった。建設は3時までじゃなかったっけ？それ以外は縛りないのか。え、何これは？安定の電通。ワイも途中で1億くらい抜きたい。公共事業の4時受けくらいからは日本固有の文化らしいな。他の国では実現不可らしい。流れとしては、費用は経済産業省からサービスデザイン推進協議会を経由し電通へと再委託。そこからさらに枝分かれして様々な企業に外注され、最終的に事業に関与した企業は564社に上るという。途中で電通が管理、運営費として100億円ほど回収しているのも気になるポイントだ。意味のない文化だよ。何の罪にもならないのが悪い。669億の仕事ってなんだ？オリンピック？ガチで労働階級やめたいんだが。間にこんないらんやろ。電通で4社稼いでるけどそれ抜きにしても5社あるんやな。ば、すぎる。中抜き規制するだけで日本経済再生できるやろこれ。現場やと4時受けとかはザラやけど、9はすごいな。結局末端にはいくらいくんや。これが本当の末端価格、なんちゃって。こんなんで競争力とかつくはずないんだよな。これらの企業や団体って自民とすぐなの？日本人って意外と無能なんか？こういうのが需要ある時点で察せよ。あえて丸投げしているのがほとんどだろうけど。再委託に制限つけろ。アメリカだと法律で規制されてるよな。何一つ生み出してないのに金だけ抜かれてるという。金の流れとしては9階層だけど、指揮系統としては4階層くらいやないの。都庁のライトアップもこれやってるやろ。マジで寄生虫みたいな企業多すぎるこの国。間がいらない。日本が誇る伝統文化や。完全な再委託と、下請けは切り離して考えないとあかん。派遣会社って使う側からするとめちゃくちゃ便利だもんな。下請けの下請けが下請けしばき倒してても元請けにはペナルティないし。中抜きは日本の文化らしいな。外国人が日本に来たら驚くらしいで。監査に引っかからないのかよ。会計検査員は何やっているんだ。文化であり伝統芸能であり国技。これにより日本はどんどん衰退するぜ。生産性高そう。安倍さん助けて。中抜きのせいで給料上がらんのよね。自民党、電通、パソナ、吉本興業、角川。マルクスは資本家の中抜き指摘した世界初の人間。ドイツの経済学者マルクスは、資本主義社会の構造を分析した人物だ。中抜き構造そのものを指摘したわけではないが、生産過程における中間層の搾取について言及している。最初から電通に丸投げでええやん。終わりやね。生活保護以下の存在やんこいつら。うちも間にかませてやみたいなのよくあるんやろ。直接パソナに委託したらええんやないの？パソナ受注頑張れよ。電通、もうお前んとこには委託しないぞ。ってなるから無理なんやない。たまに入札で空気読まない企業がやるけど、いろんな企業や団体から報復されちゃう。再委託って言われても先見えんからな。元請けから見たら次の委託先しか見えないし、その委託先がどうしてるか見えん。一時受けから見ても、次の委託先しか見えんし、その先どうするかなんて知りようがない。誰か公約に掲げろよ。こんなん高度経済成長期以外通用線やろ。すごいな。給仕まで行った時669億が一体何億になるんだろうな。よっしゃこのサービスデザインなんちゃらに就職するわ。派遣会社潰したら経済復活しそう。経済というか GDP 的には何時受けでもさせた方がいいんじゃねえの？極論言えば元請けと委託先しかなかったら委託金額分しか経済効果ないし。何もやってない特定のお仲間企業に税金ばらまく経済効果に意味があるんかな？政治家へのキャッシュバック、宗教でのマネロン。GDP 的には多重下請け構造は神。1億で発注、5000万で丸投げ、1000万で丸投げ、500万で丸投げ、50万で丸投げ、10万円で作業。何それ、それじゃ日本が GDP を粉飾してるみたいやん。これ1億円が2億近くまで GDP 増えるってこと？何もせずお金が入って責任も丸投げできて、一石二鳥や。こういうのが積もり積もってこの国終わったんやろ。
まあテロでも起こらん限り変わらんのやろな。委託問題については、現在も引き続き監視が行われているようだ。しかし、今後も司法整備が進んだとしても、実際に現場でどこまで運用されるかは課題となりそうな雰囲気である。次のスレは、運送業界での委託についての話題だ。こちらも多重下請けに関して実態調査が行われている。トラックも持たずに仕事を別の業者に流し中抜き中中する運送会社が、2万8000社も日本に存在。多重下請け解明へ実態調査、トラックの運賃適正化、国交省。国土交通省は、多重下請け構造の解明に向け、関連事業者に手数料やサービスについての聞き取りを行った。聞き取りの対象となったのは、運送の委託や取り次ぎを手掛ける、登録事業者約2万8000社だ。調査結果や対策は今後行われる予定のようだが、注目したいのは聞き取り対象となった業者の数。中には自社で運搬車両を持たず、責任も負わない業者もあるとのことで、体制の見直しが検討されているという。中抜きにも程があるわ。中抜き中中なら電通の右に出る存在はないでしょ。自分は体を動かさず金儲けするのが一番優秀だと思ってるからな。でもこれ防ぐ手立てって何かあるの？最低加減料金の設定とか？すべての派遣を禁止にして代わりを役所がやればいい。これでいいよな。元より運送って許可事業だしな。DX 化に伴ってこういうマッチング料は、国管轄のみなし公務員化しちゃった方がいいんじゃないか？これ大きいわ。これを犯罪にするだけでドライバーの給料は倍になる。人手不足でやっとメスが入るか、中抜きしようと思っても運転する人がいないのではどうしようもない。真面目に働く日本人の給料が上がらない理由。こんなんじゃ GDP も上がらんよ。中抜き禁止法作れよ。そや2024問題起きるわ。2024年問題は2024年以降、トラックドライバーの時間外労働時間が制限されることにより発生する問題のこと。トラック稼働時間が減って物流が滞ることで、結果的に物流コストが上がってしまうことなどが懸念されている。運送業界だけでなく、日本の物価全体に関わる問題だ。結局ここの会社で仕事を取ると仕事のある時ない時の差が激しくなり、会社が立ち行かなくなる。自前でやってない大手が取ってそれを下に振り分ける方が、みんなに仕事が行き渡る。空売りやん。そういう増無増を潰せよ。中抜き警察何やってんだ、ほんと違和感しかねえんだよな。まあ、やってることは、派遣会社と一緒だよね。それって商社と何が違うの？外国と取引するのと違って国内でそんなに間必要か？って話。具体的に会社名挙げて。これこそウーバーみたいなシステムで一掃できそうだけどな。ウーバーみたいなシステムも成立させられるまで IT 化来てるし、一度運送業界の中抜き禁止もやってみるべきだわね。生産性が低いってそういうとこだぞ。まずは電通関連潰せよ。どんだけ放置してんだよこんなの。そんなんで2024年問題乗り越えられないから運賃上げろとかアホかと。おい、トラック協会、なんとかせよ。発給で管理する人間いなくなるだろうな。日本の主要産業、中抜き。大手ほどまとめを自分たちでやってられないから中間が必要になる。汗をかかない人に金が回るのはおかしいという社会にならなきゃね。名前だけの天下り会社だって相当数あるはず。2万8000社ってすごいな。これ、引き取りをする対象が2万8000ということだから、引き取りしない会社含めると一体何社あるんだろう。利用運送とか言うんだっけ？この制度自体が悪いとは言わないけど中抜き手数料は 5% 以下とか一定の規制は絶対にいる。公共事業なんてほとんどこんな感じなんだろうな。2万8000社という数に驚いたが、こういった企業はまだまだたくさんあるだろう。スレミンの言うように、すべてが悪ではないにしても、何かしらの基準は設けられた方がいいように思う。次のスレの一致は IT 系会社員という立場から、中抜きが蔓延する実情に対しどうにかならないものかと意見を募った。スレミンも含め、下中にいる人々へ多重下請け構造はどのように映っているのだろうか。多重下請け構造とかいう IT 業界の闇。あれなんとかならんのかな。一時受けだけで案件こなすのは難しいから二次受け入れるのはわかるんやが、二次受けがさらに三次、四次と回していくのは許せんわ。せめて二次受けで止めておけよと。と上流からやらんとね。まだ難しい仕事一時とかの工事がやってるならいい。一時は案件取ってくるっていう一番難しい仕事やってるから、それに下請けがやらかした時に責任取るのも一時受けや。うちは一時はクレーム対応だけやな。A 社社員です。本当は B 社の下請けの C 社の下請け社員。これほんまやめろ。内政化しろ。実際アメリカではそうやけど、解雇規制ありきやからな。SES は案件ガチャやで、SSR 当てれば経験積んで SIR に転職できる。SES はシステムエンジニアリングサービスの略で、IT 業界で広く行われている順位認契約を指す。
対して SIR はシステムインテグレーターという意味で、顧客からシステム開発などの案件を受注する企業のこと。一般的に SIR 企業で働く方が、業務や待遇の面で安定する傾向にあるようだ。現場ガチャなのはガチやな。ダメな現場は本当に辛い。ダメな現場でどれだけ経験積んでもスキルにならなかったりするからな。それでダメになったやつ何人も見てきた。逆に優秀な人がダメな現場に送り込まれて病んでしまったケースを知ってるわ。わかる。弊社も兄弟出て経営陣からも期待されてる若手いたけど、現場、そすぎてダメになってしまった。マジもったいない。ダメな現場って仕事のやり方とかがダメなのに加えて、人間性に問題がある奴がいる確率がなぜか高いよな。なぜかっていうか、ダメな現場はまともな奴から抜けていくから当然や。一時受けは案件取ってこないといけないし、プロジェクト炎上した時の責任も取らないとあかんから大変なんや。それに案件規模がでかい場合は自社内だけで内製で全部やりきるなんて無理やから別会社の人間集めて対応するのは必然で、一時受けはピンハネしてるとか言われるけど十分な責任果たしてるんやで。ほんまにヤバいのは二次受け以降で人を右から左に流してるだけでピンハネしてる奴らやろ。よくネットで中抜きがどうこう文句を言ってる奴は、社会の仕組みを知らんのかなって思う。中抜きするってことは責任を負うってことなのにな。一次受けはマジきついからな。一次受けから二次受けに仕事流すときのマージンって、25% から 30% ぐらいやけどぶっちゃけ安いぐらいや。ただ二次受け以降で人材紹介してるだけでマージン得ている奴らは、早く、滅してほしいわ。下請けがやらかしたらなんだかんだで訴訟で賠償責任もしっかり取らせるんやろ。発注先、これ運んで、A 社、保管はするから B 社輸送やって、B 社、工場から拠点間まではやるから C 社は納品先までの輸送やって、C 社、それやるから再梱包とかの流通加工 D 社やって、B 社、丘の下。派遣の求人出しといて、派遣会社、丘の下、派遣社員、よろしくニキー。この手のスレで SES 語ってるやつの気並みエアプシューがするのなんでなんやろな。別にそれ自体は悪ちゃうで、富士通の社員だってその契約で入ってたりするし、問題は中小の派遣やら SES の契約で案件に入るど、よ。大手でも富士通はひどいと思う。Y がひどいのとばかりあったからかもしれんがガチで一人もまともなのに出会ったことがないから、会社の仕組みに問題あるんとちゃうかと疑ってるんやが。大手やしその分いろいろな人がおるんやろ。少なくとも Y が仕事で関わった時は、そほど有能しかおらんかった。そうか、まあ大手やしいろんなのがおるんやろうな。Y が関わった案件が富士通にしては小さい案件やったから、余った人材が回されてたのかもしれんな。Y の場合 NTT のやつにはカスが多い印象がある。大手の場合個人の印象じゃマジで全体像つかむのは無理なんやろなって。有能かどうかはともかくデータの人は超激務で大変そうではあったのは覚えてるわ。深夜2時とかに平気でメールしてきたりとか。せやろか？人材ってほんまいないところにはマジでいない。探し出すのって難しい。IT 業界は人手不足やけど、単に人足りないんじゃなくて、戦力になるやつが極端に少ないって意味でもあるからな。適性と経験の両方がないと戦力になれない。IT が人足りない？プログラミングスクールで勉強して案件に放り込めばええやん。みたいな安易な考えで IT 入ったやつで成功したのほぼ見たことない。日本はデジタル分野の人材不足が深刻化しており、このままでは日本の GDP にも大きく関わってくるという。この分野を目指す学生の割合が低いことや、IT 教育ができる人材が少ないことも要因の一つのようだ。解決するには民間の力だけでなく、待遇の改善なども含め、国を挙げて取り組む必要があるとされている。一時、うちはちゃんとやってる、他が中抜きしてる。二時、うちはちゃんとやってる、他が中抜きしてる。三時、うちはちゃんとやってる、他が中抜きしてる。四時、うちはちゃんとやってる、他が中抜きしてる。二時は正直三時は、お前投げるなや。A 社の社員なのに B 社に出勤とかいう以上。B 社の下請けの C 社のパターンもあるで。謎の勢力、オフィスで自社名は出さないでね。これも違法やろ。大手でもセキュリティとか実機の都合で他社とかに行くことはあるけど、中小のこれはもう明らかにやましいことしとる。客先常駐がメイン事業って大抵語、よな。それは雑すぎるやろ。大手コンサルのアクセンチュアとか PWC とかデロイトとかも客先常駐やで。自社ビルとかオフィスに働いてる人がいないかりそめの会社が多い現実。まあそもそも中小は全社は持ってないこと多いか。Y が以前に勤めた会社は本社オフィスに20人分くらいの席しかないのに、正社員は100人以上いて笑えんかった。くさ、建前として自席が決まっていない新しい働き方、カフェ風の席で仕事、とか言ってそう。客先常駐してたら客がいなくなったわい。客先常駐自体を悪だと思ってるのは悪化が地底辺あるあるや、それ自体は悪じゃねえのよ。
そらその案件任せてもらうのが仕事ならそうなんちゃう。A 社、案件受け負った IT 企業が B 社に仕事回したり、BP 増やして仕事させるとかもあるけど、客先に自社から一人だけ人員投入して働かせるのは誤だとは思う。わかる、一人派遣は最悪よな。聞く相手もおらんしかわいそう。Y 一人で客先に行かされたことあるけど、あれはガキであかん。ストレスでおかしくなりそうやった。通常の派遣社員であれば、派遣先の上司などに仕事内容を聞くことができる。しかし客先常駐はその形態上、指示を自社から受けるため、周囲に頼れる人がいないという状況になりやすい。気苦労からストレスを抱える人は多いようだ。一人派遣はガチで人の心ないよな。っていうか一人派遣ならそれもフリーランスでええやんってなる。なお愛のところじゃないけど、弊社客先のところを、3カ所近くにあるじゃん。ここ3人でローテさせてやれれば1カ所1人で、しかもアクシデント出た時に3人とも対応できるじゃん。頭良くね。とかいうか、ジムーブを思いついた模様。案件の掛け持ちってそれやってええことなんか、少なくとも Y は聞いたことねえや。フリーランスならまあわかるけど会社員やろ。Y のところと同じように、一時はとっくに3カ所全部に1月に20分しか来なくなってるから、彼らの掛け持ちの定義なら余裕余裕って常識になってるんだと思う。2時のくせに2時の上は1時気分。どういう状況やねんそれ、本当に日本の企業か。おかしいよな。どう見ても、なお3時に投げたのが4時に投げられてて、その4時の人が有能だと、3時に全部切るぞ、似てえのかって脅して弊社に繰り入れして、なんとか人間の数を持たせてる。Y が下請けで契約していた A さんなんやけど、実際には下請けの X 社から間に2社挟んでた Z 社の人やったから、給料ピンハネされまくっててかわいそうやったから自家契約に切り替えたんや。そうしたら Z 社から醤油飛ばしだ。で、すげえキレられたわ。いや、Z 社が何もしてないから本人も切り替える気になったんやろって。同じ職場で同じ仕事するのに、給料違いすぎてバレないわけないよな。自業自得よな。物流の闇でもある。あれ、みんな営業を嫌がって裏で作業だけする仕事やりたがるからそうなるんや。これ、一時受けとして案件取ってくるのガチでしんどいからな。受注できるかもわからん大型案件に数千人のプログラム待機させられるわけないやん。でかけりゃでかいほど下請けに流れるのは仕方なくね。Y は某 IT 超大手の給仕下請けだけど、8月中でこの働き方はやめる予定だわ。実際現場の構造としては元請け A、元請けの子会社 B の下に、複数の協力会社 C、D、E、F がいて、さらに協力会社 C の配下に G、H、I と複数の会社に分かれる、G の部下はさらに複数に分かれるみたいなケースが多くて、下請け同士の派閥や権力、職場内でより優位な立ち位置や人件費予算を獲得できるか、争いになること多いからほとんどの関係者が信頼できないし、足元見られてる感がきつい。スキルとか経歴とかそれ以前に需要という観点でいい未来が見えないんだよな。給仕受けなんてあるのか。給仕受けは草、もうどれだけ醤油深くできるかで競争してるやろ。最近はすぐ転職するけどさ、そういうことすると企業も人育てるのば、らしくなるやん。結果的に労働者の首絞めると思うんやけどな。グリコが SAP 人材を500万で募集してて500万で集まるわけねえだろって話題になってたけど、実際 IT 人材の報酬って上がり続けてるから日本式の厳しい解雇規制に合ってないんだよな。例えば2000万で雇って無能です。でも首切れませんやととても雇えんやろ。その結果、大手のコンサルや SIR に頼むことになる。素直に高単価のやつは切りやすくした方がいいと思う。アメリカみたいに切られやすいけど、仕事を見つけるのもそれほど苦労しないって環境の方が労働者にとっても幸せな気がするわ。社内 SEY、部署のしがらみに巻き込まれる。あるある、社内 SE って勝ち組みたいに言われてるけど、客先の社内 SE とか見てると絶対やりたくねえってなる。言ってるやつエアプすぎやわ。社内エンジニアは安定したイメージや給与面から、転職先としても人気の高い職業。しかし、企業によっては IT とあまり関係のない雑務を任されることも、システム開発などに関わり、スキルアップしたいと考える人にとっては、モチベーションを保つことが難しい場合もある。前社内 SE 的な仕事やってたけど、Windows のしょうもない設定とか聞かれるたびに、んなもん自分でググれかスローガイってずっと思ってた。システム管理者ならぬシステム介護者やな。ちなお偉いさんの私物スマホのパスワード設定させられたことあるし、その数日後にパスワードわからなくなったから教えてと言われたことあるで、それで転職した。そうか、Y ならそんなしょうもないことでお金もらえるならまあええかって思うけど、相当腹に据えかねたんやな。さ、でもわかるわ。私物のデジカメ落としてから、調子悪いけどなんとかならないって言われた時は、家電屋に行けごってマジで内心思った。IT 系はまともな人材の人手不足であって、むしろ負債の人手は増加してる疑惑すらある。
これはある、有能は普通のやつと比べて100倍のパフォーマンス出すし、ガチで使えないやつはマイナスのパフォーマンス叩き出すからな。建設ではめちゃ問題になったのに、業界変わると問題なくなるの闇深い。大手でも案件ガチャ外れると経験積めない若手とかいっぱい出てくるからな。運と素養の両方がないと戦力にならないという業界の問題もある。 Y 建設業だけど多重下請けが問題なのは一緒やな。下請けの態度の悪い飛びがどこの会社か調べたら4次下請けだった。コンサルにいいようにされてるってユーザー企業からよく文句出るけど、ユーザー企業の経営層が自社の社員のことをもう信用してないんよな。そこをコンサルにつけ込まれて言いなりになってる。日本の終身雇用は悪く言われがちやが、それがあったおかげで人材の層が厚くなって先進国でも稀に見る完成度の高いサプライチェーンが出来上がった利点はあるぞ。これだけ国内で何でも生産できる国は少ない。なお資源。クビにはされないって安心感や帰属意識は、パフォーマンスにもろに影響するよな。オンライン面接が一気に広がったのはマジでコロナの功罪や、転職活動すごいしやすくなった。下請け構造に関して、ある程度は業務上必須だとしても、給仕受けまでになると話は別だ。問題はなかなか根深そうだが、現状が変わる機会は訪れるのだろうか。次のスレでも、下請け構造について会社員の目線で語られている。これまでは否定的な流れだったのに対し、こちらの一致は中抜きを頭ごなしに否定することは間違っているという。アホ、中抜きやめろ、友達優遇するな、わい、はぁ、わい、いや、普通に考えて懇意にしてる取引先と、そうじゃないところどっちに仕事振る？さらにその取引先が自分の友人だったら？なおさらだよね？君も友人と知らんおっさんどっちに儲かる話振る？って聞かれたら友人選ぶでしょ？何がおかしいの？そもそも中抜きなくなったら上位で仕事終わって君たちみたいな末端まで仕事回ってこないんだけどそれでいいの？アホ？これが現実。残念やけどそういうことなんや。そういうことが重なった結果、多重下請けが常態化したのだろうか？これは確かに、一筋縄ではいかなさそうだ。確かに。はい、それは気づかへんかった。実際そうやねん。で、それ見据えて関係作んねやな。物事には仕組みがあんねんな。人脈とか言ってプラスの印象で持ち上げてる社会なのに、コネ否定することなんてできんわな。人脈もコネも同じことや。国よりも俺は仲間が大事だ。やってるのが公務員&税金なのがあかんだけやからな。政治家は自分の金じゃなく国の金でそれをやってるんやけど。そのための講演会やない？デカドの政治家もコネを利用した仕事の口利きしたり、その見返りを得たりはしてるからな。〇〇党だけはクリーン、とか頭を花畑の言うことや。友達が有能なら別にええねん、無能だから問題にしてるねん。着眼点がすことは、なるほどですな。企業は最大限の利益を追求しないとダメやろ。中ぶっ飛ばして最末端 5% の価格で発注しろ。それするノウハウがあるとでも？失敗のリスク高くなるしやらんやろ。民間ならもちろんそれでいいけど公営はダメ、無能はなおさらダメ。言うほど中抜きなくなったら上位で仕事終わって君たちみたいな末端まで仕事回ってこなくなるか？関係なくね？新興企業はどうやって仕事を受けるんや？忙しいところに分けてもらう。分けてくんないならその業界はレッドオーシャンや。分けてもらったら下請けやん。ぶっちゃけ中抜き用いうか仲介用なんて全てなくなっていいよ。手間増えるけど本来そうやって手間かけてお勉強しなきゃならんもんなろ。そこ手抜くから世の中おかしなことが増えるんやねん。せっかくコロナのこの世界になってもネットいう便利な代物で人とのつながり持とうと思えば持てる世の中になっとるのに。最後の一行だけほんと、下請けがあるから中小企業にも仕事がある。同程度の能力で比較したら知り合いを優遇する、くらいならいいけどね。二つ三つの中抜きならわかるけど丸投げ丸投げの連続になってくると、その間にいる仲介料は何をしてるんやって話。前から思ってたんだけど、海外は中抜きって存在しないの？中抜きや多重下請け構造は、程度の差はあれ多くの国で存在する。ただし、日本ほど複雑で広範囲な構造を持つ国は少ないようだ。例えばアメリカなどでは、2、3次以降の下請けが禁止されていたり、直接雇用やフリーランスとの契約が進んでいる例もある。何のための入札だ。すまん、中抜き批判してるけど、中抜きなくなったら中抜き屋さんはどうするんや？それでご飯食べてる人のこと考えてるか？レイスクイーンをフェミが叩いてたらそれも仕事やろって奮起してたやん。仕事に寄せんはないって言ってたやろ。お前ら勝て仕事受注して下請けに回すだけで、年収1000万のボタン押す？って聞いたら押すやろ？小学生やって将来中抜き屋さんなるって勉強してるやつもおるんやぞ。中抜きは仕事じゃないんだよな。でも横流しする能力しかないから仕事できないよね。それで仕事するならええけど、実際は丸投げしてお友達は何もしてないのに儲かって責任も取らないのが問題なんだよな。開発する企業に直接金出せってだけや。
一般でも4時受け5時受けぐらいは普通にあるからな。程度ってものがあるやろ。10時受けってなんやねん。それに最終的にいいものができればまだいいが、ここは開会式見てまともか。会社の紹介だけで何億も抜くのがおかしいわ。ある程度の金額で規制かければいいのに。公共事業だからその言い訳は通用しないぞ。経済を回してるんだけど何が悪いんだい？自分には利益ないことだからって騒ぐのはちょっと子供もびっくりだよね。その結果経済回らんくなってるやんけ。ポケットマネーなら好きにしろよ。信頼できるじゃなくて必要以上にお金を要求してきたり、貸したお金をくすねるような友達じゃないの？そういう時は縁を切って新しい友達を作るよねって話。個人、零細、中小で回すならわかる。公共の事業を大手で回すから問題。まあ中抜きやめたら下請け終わるわな。下請けでちゃんと製品を作る技術者がまともな給与で重用されるやろな。まあ20年30年前から中国に引き抜きされてるんやけど。中抜きするとこまでは語られるけど、中抜き屋が中抜きで儲けた金はどこに消えてるんやろうな。間にぶっこ抜いた奴らの消費や投資で結局どこかには流れていくはずなのにそれが見えない。庶民と関係のない世界でも別に超バブリーになってたりはしないし。ポケットにないない。だからポケットに入れて終わりなわけないやんって言ってるんやぞ。日本語読解力ゼロかよ。そらもう資産の溜め込みよ。企業の内部留保とか言われてるけど、上級国民の溜め込みの方が1万倍えぐい。いや上級国民なら投資に回すやろ。その金で投資が潤ってるようには見えん。株は万年割安やし、溜め込みってまさか家の金庫にでも封印すんのかよ。営業の自由って行政にも認められてるやっけ。Y不動産管理会社に勤務しとるけど、日々の業務で中抜きやってるわ。管理物件のリフォーム代に自社利益 10% 乗っけて家主に請求してるわ。理想、私が有能な場所に仕事回します。任せてください。ほな1億で頼むで、最適な人を見つけた。君予算5000万でこれできるかね？丘の下。現実、1億でこれしろ。我が社なら1億で2000万キックバックできます。4000万でこれ誰かにやらせろ。2000万でどうにかしろ。500万でどうにかしろ。ただでどうにかしろ。中間層があまりに多く、実際に作業する人々の給与が減っていくのは健全な状態とは言えないだろう。いや理想は国で使う金を500万に抑えて、その仕事ができる企業に直接発注することだよね。500万でその仕事ができる有能企業を見つけるのにも、金かノウハウ必要なんやから理想が非現実なのもわかるやろ。国がそれをやるな。国はやってないだろ。国が委託する第一下請けがやってるんであって。ノウハウないからしゃあないけどな。ピンハネ率高すぎたり暇合計上はやばいと思うが。というかなんで未だに中抜き制度残してるのかわからん。企業が正社員よりちょっと安い給料で直接雇用すればいいだけでは？そこは法律改正でいくらでもどうにかなったろ？竹中と経団連とでうまい汁吸ってんだろ？結局。直接雇用したら絶大なコストとリスク負うやんけ。企業から見たら派遣社員使うのはお前らがインデックス ETF 買うのと同じや。可愛い彼女じゃなくてちょいブサでいいから欲しいわってのと同じ。風俗行くより安いやんって言われても困るやろ。ちょっと何言ってるのかわからない。たとえ下手すぎて草。それは毎回同じ仕事が定期的に入ってこなきゃ無理だろ。今回の仕事ではこういう人材や分担が必要だからここに任せますって毎回必要なスキルや専門が違うから随時委託になるんや。君の言う形式だと人材を腐らせて余分に無駄な金が増える。ぶっちゃけ工場派遣とかデータまとめとかスキルいると思う？直接雇用でええやろ。バイトみたいな仕事なんやし。 IT だと無理やけどな。案件ごとにスキル違うし開発メンバーと運営メンバーは違うから。社会保険料負担とかを考えると正社員より大幅に安い給料じゃなきゃ無理やね。そもそも企業が派遣使う理由も契約期間終わったらさよならできる以外にも社会保険料負担より派遣の料金の方が安いからであって。ぶっちゃけ中抜きはしてもええよ。ただ仕事を他に回した責任は持て。責任まで丸投げしてるのがあかん。この国のメイン産業やからな。世の中コネやし中抜き結構やけど質は保てよ。その保つべき質もなければ質を見定める相場感もないぞ。電通擁護するつもりはもうとうないけど、雇用の意味の中抜きって多かれ少なかれどの会社も関与してるとは思うわ。実際に仕事しやすい取引先と仕事するのは当たり前だよな。初めての取引先なんか買ってわからんから面倒くさくてしょうがない。だって友達の方が無理なお願いも聞いてくれるし。ここまでひどいと文句を言いたくなるやろ。そう言ってはったのは、最初のスレでも紹介された、持続化給付金に関するお金の流れを表した図だ。前にお見せした図と金額が違うのは、申請件数の減少に伴って実際の支払い額が減ったため、その他の流れは変わらないので、あまり気にせずに見てほしい。経済産業省が出した委託費用は、下請け、孫請け、ひ孫請けと流れ、最終的に夜叉請けという聞き慣れない世代にまで及んでいる。自分とこの人員だけじゃ手が回らないから下請けに一部業務委託するやで、わかる。
自分が何もわからないんで下請けに全部委託するで、受注額の 50% が委託費や、わからない。公金絡みのいい仕事をお友達に回して、そのまた下のお友達に回して。これを繰り返すと末端の取り分は減って、元の費用はかさむよな。言うて政府と仲良くしたら儲かるのは歴史見ても明白やからな。嫌なら自分も起用してそのポジションにつけばいいのに。結局日本で勝ちたかったらこの結論に至るんよな。頭固い無能ジジイとノウ、ボット中年の群れをどうにかして大改革する手間考えたら、高度に完成している中抜きシステムの上流に入り込んだ方が楽という。そしてこれは有能な人だけの話ではなく、無能も中抜きシステムの中流ぐらいに入り込んだら安泰ってことを意味する。だから根深い。そんな小さい視点じゃなくて日本全体のこととして考えんとあかんやろ。その昔その論調で介護は儲かります言うて、民間活力を導入しようとしたけど、あれは一体何だったんやろうな。2000年に介護保険制度が導入され、介護分野への民間企業参入が進んだ。その影響でデイサービスや訪問介護などの事業が拡大し、介護は儲かるという風潮もそれなりにあったようだ。しかし、人材確保や収益確保など様々な問題が出てきたことで、その動きは一時的なものにとどまった。公共施設の経営は地元の名刺には受けるからな。幼稚園や個人はそれやし。責任の分散と保険や、多重下請け構造になっとるのは理由がちゃんとあるんやで。言うて今の日本で中抜きなくしたら失業者だらけになるやん。ホワイトカラーやってたやつがいきなりブルーカラー労働に耐えられるはずないし。そんなのは一時的な話だし公務員増やせば解決するわ。友達に振るのも中抜きするのもいいけど、本来1000円で済むことを15万くらいかけてやってることが問題なんやで。発注側からしたら、15万払って1000円レベルの仕事されるってことでもある。別に下請けや孫請けに出すのはいいけど、丸投げや四字五字下請けは規制した方がええわ。建設なら恩恵受けてる人も多いんだろうけど。持続化給付金、家賃支援給付金の下請けをもらったおかげで生き延びたイベント屋が全国にあるね。なんでこんな回りくどいシステムになったんやろ。仕事の依頼してそいつが金もらうだけでいいのに。自分らで直接探すのも依頼するのも大変だから、それを専門にやる奴らが出てきた。商社も同じやね。ダウンワークに乗せるだけでいくらでも来るだろんなもん。面接から契約からもろもろを直接やるのが大変なんだよ。お金さえ出せば古い落としからキャスティングからサポートまでしてくれるのは楽よ。派遣会社なら電話一本で人を手配してくれるし、そして面接したりしなくていいし話が早い。面接するだろアホ、客先から他の人がいいって言われたら普通に落ちるし。紹介予定派遣とかならガチでやるけど、短期派遣なら適当やぞあかんならすぐ変えたらええその程度の認識。現代にタウンワークに乗っ取る情報だけで取引先決める後、企業おるわけないやろ。何を言うてんやお前は頭悪いな。工場のネジ締めの仕事時9500円で出しますよで雇えばいいだけやろ。派遣会社とか仲介する意味わからん。バイトみたいなもんやろあんなん。バイトで派遣会社仲介するんか？発注側に専門知識がないから、誰に何を発注したらええんかわからん。仮にそれがわかったとしても膨大な数の業者とそれぞれ競争契約を結ぶマンパワーもない。そんな単純やないで。電通のは完全な中抜きだけど、取りまとめや組み立てを中抜きって勘違いして騒いでるやつも多いよな。例えばトヨタが自動車作るのに部品手配してるようなものにまで、中抜きだ、中抜きだ、言ってるアホもいる。電装や食器から買うのはお友達だからだって言ってるようなやつもいる。オリンピック関連はほぼ中抜きだとは思うけどさ。これな、建物建てる時も専門に依頼する時も多々あるし。完全な中抜きって何？電通だからそう言いたいってだけでしょ。一括請負い。派遣の単価知らねえやつ多いんだな。俺の前やってた登録派遣は1時間3000円だってさ。すげえしょぼい仕事だったけどこんなんで1日3万くらい派遣会社に支払ってんだなぁと。月だけでも60万やで。そのうち4割が俺6割が派遣会社っていうくらい中抜きだったけど、10割労働者に支払えばいいだけでは？少子化ももっと緩和されてただろうし。うちの会社は派遣1時間あたり1800円支払いやけど、当人に渡ってるのは1050円や。これでもまだ良心的らしい。うちなんて月50万払って本人の給料月20万やからな。とどのつまり企業が多すぎるんや。労働基準法守ってたら会社潰れる言うけど、それで潰れるところは潰れたらちょうどええんや。たとえ下請けに出さなくても社内で同じような仕組みで仕事が落ちるだけだよ。中抜きも程度の問題やな。ある程度規制がないと中間だらけでカオスになるけど、全部消えるのは困る。今政府がこうして批判されてるのはええ塩梅なんやと思うで。スレミンの言うように、下請け構造にもある程度理にかなっている部分があるのかもしれない。一方、必要以上の横流しを避けることによって、順当なお金の流れができるならそれに越したことはないだろう。少しずつ改善の兆しもあるようだが、今後も注目していきたい問題である。最後までご視聴いただきありがとうございます。
皆さんはこの問題をどう思いますか？ぜひ意見を聞かせてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。